はい、お疲れ様です。はい、今日はね、富士で荷物積み込みしてきました。でもう積み込み、2箇所ねしてきまして、ちょっと一部ちょっと荷物足らんかって、来ないという事件があったんですけど、まあ、そちらもね無事積み上がったので、今からね、京都の方まで帰りたいと思います。で、まあ、時間的に行けそうなので下道一部使って、あとはまあ時間ちょっと足らなかったら高速みたいなこう状況で、見てから行きたいと思います。の駅富士、を通り越してね、景色のいいルートにねちょっと行きたいなと思っております。途中ちょっとお腹空いたんで、どっかで、ご飯食べれたら食べたいなと思っております。ぼちぼちね道の駅とか行きながら、休憩しながらね、まあ、天気もいいんで、もう桜がね、咲くんじゃないかぐらいねだいぶぬくいです。一部ちょっと梅の花っていうんですかね、あの辺はね、この1号線とか、この後ろの方なんですけど、沼津川の方はね結構咲いてましたんで、またもう言うてる前に桜が咲き出したら、いい動画撮れるんじゃないかなと思っております。いただきました。ブルーマジックだ。あ、ブルーマジック、ありがとうございます。やり方を教えてください。どうも。どうも。足どうすか？まだだよ。痛い痛い。うん、まだ。ああ、痛い痛い。すいません、いただきました。洗車はどうぞよろしいから。すいません。いや、通るんですけど、全然分かってないんですよ。はいはいはい、はい。入ろう思ってもいつもいっぱいやし。いっぱいや。なんかもう一個向こうなかったですよ。あれは道の駅で。あれは道の駅ですよね。東海道定食行きます。あ、ファミリーマートから入るんですか。そうそう、秘密はね。めっちゃ受け継いで、いいといいな。めっちゃ安い。お、安っ。おすすめなんですか。ん、おすすめ、めっちゃ安いじゃないですか。なんでも。何でもいいと思う。最高です、こちら。めちゃめちゃ。綺麗だね、うん、ラーメンさんはどうなの、その音とご飯取らなくていいから取らなくていいから逆光で結構見えるね。おお、画面見えるんでしょ。これはあれか、両面画面に両面と片面と両方で、ああ、できるできるですよね、確か。んこんなでかい腕のでかいからですよ。あ、でかいでかいですよね。はい、出発いたしまして、なんとフラーメンさんと、久しぶりですね、お会いしまして、洗車豆腐とかいろいろいただきまして、そしてあの飯蔵ご飯ごちそうさまでした。ありがとうございます。あそこのね、唐揚げ藤枝とかもね、食べてたんですけど、いや、めっちゃうまかったですね。いろいろ話しとったんですけど、やっぱりこういう下道のご飯ってやっぱりめっちゃうまいなって話しとったんですよ。なんか道の駅もね、今結構値段安いし美味しいし、まあ、ちょっとね時間帯が早くね、閉まるっていうのは難点ですけど、やっぱ昔からね、やっぱこういう一般道でね食べれるドライブインとか道の駅っていうのはね、ほんとご飯めちゃくちゃうまいなと思って、
そういう話をしながら、すげえ美味しかったですね。なかなかね、僕も夜を持ってるんですけど、まあ言うてもまだね、その富士から出発したりとかすると、なかなか43まで泊まることがやっぱないんで、こういった機会でね、寄れて、そしてあの唐揚げめちゃくちゃうまかったんで、本当ありがとうございました。ちょっとまあ、下道で今から約8時間、まあ、休息入れたら、休憩入れたら、だいたい8時間半ぐらいですかね。まあちょっと道中、その夕方名古屋がどこまで混むかわからないんで、混み具合によって、ぼちぼち帰りたいと思います。また43番ね、どっかしら休憩すると思うんで、またどっかその辺、合わせてね、いろんなとこを撮影していきたいと思います。やっとね、蒲郡着きました。この間も通ったんですけど、ちょっと動画が撮れてるかどうかがまだちょっとね、編集してないかわからないんで、ここ蒲郡ですね、湯の町蒲郡って出てましたね。この先あの何だっけな、蒲郡の何だっけ、 ラグーンやったっけ、 ラグナシアやったっけ、まあ、そんな名前忘れたがあるんですよね。で、リリースしてほしいんですが、よし。でこの先ちょうどこのね、川沿いっていうんですかね、この目の前に見えてる老人ホーム、桜の木って書いてある、これの目印にここいきなりステーキあるんですよ。大型枠ね、2台止めるんで、これね、1回行こうかなと思ってって思うんやけども、こっち方面の仕事がないと、まあ、いけないんで、まあ、時間ある時にはちょっと寄ってみます。一応大型行けるので、意外と大型止まってないんで、もしよかったらね、行ってください。で左側にね、ずっとあれが多分ですけど、カリアの観覧車ちゃうかなと思ってるんですよね、こっからけど、もしかしたらラグナマリーナがあって、このラグナシア、ヨットハーバーとかあるんですけど、僕一回行ってね、昔なもう10年は行ってないかなぐらい前に行ってるんですよね。はい、お疲れ様です。今道の駅の何だったかな、忘れてしまった。すぐ忘れる。安城はですね、あっち側にトラック止めるとこあるんですよ。この道路渡って、あっち側にね、あっちトラック止めてます。なんでこっち来たらトイレもあって、あそこが道の駅なんで、ちょっといろいろ行きたいと思います。これがね、デンパーク、なんか公園があるらしいんですよね。ここ書いてます、安城三条文化公園デンパークって言います。これ出てますね。ちょっと中見に行きます。すごいおしゃれ、飲み物買ってないの、飲み物だけね、買いに行きたいね。ちょっとおしゃれな感じで、いろいろありますね。すごいね。風が来て、そこなんか正面で、ここ道の駅ですね。お米とか売ってましたね。ちょっと飲み物だけ買って、アイスも売ってますよ。うわ、めっちゃおしゃれ。ポスターあんね。めっちゃおしゃれなポスター。こんな感じで。まあ、すごいおしゃれですけど。ちょっと飲み物だけ買って帰りましょう。ちょっとね、急遽、ツイッター上げたら、レガシーさんとフォロワーさんね、大ちゃん来てくれはって、ちょっと動画撮れんかったんで、ちょっと俺だけね、来てくれたんでありがとうございました。ちょっとなかなか時間がなかったんで、またゆっくりね、できる時はゆっくりまた
来ますんで、その時はよろしくお願いします。もう時間結構押してるんで、運行時間もあるんでね、ちょっと頑張って事故なく帰りたいと思います。そしてこの交差点曲がれるかな、曲がれるかな、ちょっとオーバーハング気味で行かないとこれは曲がれんぞ。よいしょ、これは巻き込みは大丈夫です。うーわ、スパグレバね、よいしょ、うまい。あれなんですよね、横のガードレールがあると反応してバーンブレーキかかる時あるんで、皆さんゆっくり慎重に行ってください。スーパーグレードの運転手は気をつけてください。はい、ということで、無事に、だいぶ帰ってきましたが、このまま下道でのらりくらいと、安全運転で帰りたいと思います。で、橋もね、渡りながら綺麗な夜景も見ながら、はい、ぼちぼちと、家の方へ向かいたいと思います。まあそういうことで、下道もね走って、かなりのね道をね、行きましたけど、まあ本当山道もあれば、都会の方もね通りながら、本当ね、渋滞もはまりながらですけど、本当大変な思いしながら道をね、覚えていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。またね、下道も含めて、高速道路、そしていろんなとこ行きながらね、美味しいもの、いろんなものを見ながらね、今後もトラックドライバーを頑張っていきたいと思います。またいろいろね、コメントの方も合わせてよろしくお願いいたします。ということで、このまま、湾岸長島の方、抜けて、ぼちぼち、多分渋滞はまると思いますけど頑張りたいと思います。では、次回の動画でお会いしましょう。またいいね、登録、コメントの方も合わせてよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。